何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい勝つ子供もおるぞ。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すら分からんぞ。どこかに隠れてるかもね。Thank you.
نجم بان you
アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。ジン、誰か来る。あいつだ。アルタン、手下を引き連れやがって。アルタン、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかる。黙れ、ザレ事はしまいだ。お前も生き残るのに必死なのだ。それにしてはなぜそうも同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を殺す。お前はただの人殺しだ。
アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思う。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。